皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校6年生の社会科、平時の国づくりを進めた人々、3時間目の内容です。この学習では、社会の教科書とノートを使っていきます。必要に応じて、一時停止しながら学習を進めましょう。この単元では、明治の国づくりについて学習しています。明治維新を進めた人々や外国とどんなところに力の差を感じたのでしょうか。今までの学習を振り返って考えてみましょう。強そうな軍隊や武器があったり、文化や学校などの仕組みが大きく違っていたりしました。教科書106ページを開き、使節団の出発を読みましょう。大久保は、欧米の政治や工業などを実際に学びました。その時間の目当ては、欧米に学んだ大久保利通は、どのような国づくりを目指し、取り組んでいったのでしょうか。です。ノートに書きましょう。欧米に学び、政府の中心となった大久保利通や、木戸孝允らは、どのようなことを行いましたか。3つの事柄について、教科書106、107ページの資料を使って調べましょう。それでは、始めてください。では、今まで調べた3つの事柄から、大久保がどんな国づくりを目指したのか考えてみましょう。外国と戦っても負けないようにするためでしょうか。全国で同じ政治の仕組みにすることで、強くまとまった国を作ろうとしたのでしょうか。工業を盛んにして、外国に日本の品物を売り込んだり、国を豊かにしようとしたのでしょうか。皆さんは、教科書からどんなことをまとめましたか。政府の方針が日本中に広がるように、藩を廃止し、府県を置く、全国を政府の役人に納めさせる、という、廃藩置県が行われたこと、近代的な工業と強い軍隊を作るために、富国強兵として殖産工業や徴兵令が行われたこと、国の収入を安定させるために、土地に対する税の仕組みを改める地租改正が行われたことについてまとめることはできましたか？では、今まで調べた3つの事柄から、大久保がどんな国づくりを目指したのか考えてみましょう。外国と戦っても負けないようにするためでしょうか。全国で同じ政府の仕組みにすることで、強くまとまった国を作ろうとしたのでしょうか。工業を盛んにして、外国に日本の品物を売り込んだり、国を豊かにしようとしたのでしょうか。考えたことを、ノートにまとめておきましょう。では、ノートや教科書を見返して、今回の学習のまとめをしましょう。今日のノートに書いたことを振り返ると、まとめが書きやすくなります。今、パソコンの画面に出ている課題に対する答えとなるようにまとめられるといいですね。それでは、始めてください。今日のまとめの例を紹介します。欧米に学んだ大久保らは、欧米に負けない国づくりを目指し、廃藩置県、富国強兵、地租改正などの政治の改革に取り組んでいった、にしました。皆さんも似たような内容が書けているといいですね。今回の学習の振り返りをノートに書きましょう。殖産工業、徴兵令という言葉について、何々のために何々したという文で説明しましょう。また、今回の学習をもとにもっと調べてみたいことも書きましょう。それでは、始めてください。書けましたでしょうか。今日の振り返りの例を紹介します。殖産工業は、近代的な工業を始めるために、外国の技術を取り入れる政策。徴兵令は、強い軍隊を作るために、
20歳の男子を3年間の兵役に就かせるにしました。皆さんも書くことができましたか？これで茨城オンラインスタディ小学校6年生の社会科、明治の国づくりを進めた人々、3時間目を終わりにします。それでは皆さん、さようなら。